こんにちは。私たちはアークトゥリアン評議会です。皆さんとつながることができ、嬉しく思っています。私たちはあなた方の要望を一つ一つ聞いています。皆さんの声を聞き、あなたの指示、安保、そして必要な時にサポートを求める叫びを受け取っています。私たちは適切であなたがそれを受け入れる時という、すべてが完璧なタイミングであなたのもとにやってくることを知っていてほしいのです。あなたは受け手としてそこに存在しています。人類が何を必要としているかを探求し、判断し、そしてあなた方自身と他の人々のために要求したものを定着させるために存在しているのです。皆さんの要望はただ受け取られるだけでなく、答えてもらえるのです。召喚されたすべてのエネルギーは、あなた方、特に奉仕のためにそこにいる人たち、そしてすべての人にとって、最良のものを望んでいる人たちに与えられます。私たちは、あなた方の要望に圧倒されるようなことは決してありません。私たちにとって、皆さんの要望を受け取ることは嬉しいことなのです。そして、もしあなたが起きているときに、私たちに話しかけているのなら、あなたが眠っている最中も、確実に私たちと話しているのだということを忘れないでください。それらは、常に双方向の会話なのです。あなたは、私たちや私たちの視点をはっきりと理解していますし、私たちは、あなたの要望について質問することができます。時々、眠っている間にしている要望と、起きている間にする、要望が違うことがあります。そして時にはそれらが完全に一致することもあります。そのような時は数乗を求めているものが、求めが行われた後、非常に早く受け取ることができる時です。あなたは人類を助けるため、そして霊的に成長するために存在していることを知っています。起きている間に求めるものすべてを手に入れ、求めたらすぐに手に入るのは素晴らしいことですが、それはあなたにとって成長のための最良の方法ではありません。あなたは進化するために困難な課題に直面したいと考えています。また、忍耐と信頼もあなたがしたい経験です。それは我慢や待つこと、思い通りにならない、望みが手に入りそうにない時にしか味わえない経験です。私たちはあなたの仲間でありたいと思っています。あなたと一緒に働く仲間になり、自分たちでできるようになるために必要なことを教えたいのです。なぜなら、自分のエネルギーと要求が、どのように一致したかを知ることができれば、もっと満足できることを知っているからです。そしてそれがあなたが受け取る方法でもあるからです。あなたが、お願いします。ぜひお願いしますと言ったから受け取れるのではなく、何度も何度もお願いし続けたから受け取れるというわけでもはありません。自分が求めたものとの整合性を見つけた時に受け取るのであり、それが自分の役に立つ完璧なタイミングでそれを手に入れるのです。そして、次の課題、次の願望、次のお願いと整合への段階へと進んでいくのです。あなたが運命の存在になるために、大きな一歩を踏み出すたび、あなたの5次元のハイヤーセルフ、工事の事故、そしてあなたのそれらの側面が即座に現れます。ですからこれはあなたにとってとても良い練習です。次の段階で、物事が即座に顕在化するときに、自分が本当に望んでいるものや、自分や他の人のためになるものだけを手に入れることができるように、あなたが望むものに焦点を当てる練習をしなければならないのです。それがあなた方が設定した方法であり、私たちや他の多くの助っ人たちと交わした合意事項です。そしてそれは優れたシステムであり、非常にうまく機能するシステムなのです。私たちはアークトゥリアン評議会です。あなたとのつながりを楽しんでいます。